両方日本代表ミッドフィルダー鎌田大地さん、今世紀最大のモテ期到来していく。世界屈指の名門バイエルンムンヘンが日本代表ミッドフィルダー鎌田大地五輪に参戦していることが2日分かった。複数の欧州サッカー関係者によると、今夏の獲得へ向けて本格調査を進めているという。すでにバルセロナやトットナムなども動いており、欧州ビッグクラブによる争奪戦がさらに加熱しそうな。トッテナムが年俸9億プラス出来高提示してたけど、ベンフィカはそれ以上出してんのか。ドルトムントやイタリアのビッグ3くらいがちょうど良い感じなのよな。バイエルンだとさすがにレギュラー取れるか不明だしな。年だし、イタリアの上のクラブに入れたら御の字。なんかイタリアの中堅クラブが合う気がする。言うまでもないがフリーだからこそだよな。二度とないチャンスだぞ。バイエルンへ行った場合の鎌田のライバル君、ゴレツカ、サネ、ミュラー、ムシアラ、コマン、ニャブリ出れるわけない。フリーだから取っとくかみたいなノリもビッグクラブより夏からオファーくれてたベンフィカの方が大事にしてくれるぞ。それならフランクフルトでいいんだよな。移籍金払ってまで取ろうとしたのがベンフィカだけらしいからな。マンユーもすぐにフランクフルトと交渉したぞ。転売考えたら3年以内に売らないといけない物件。キングかまた引っ張りだこちゃん。フリーだし理想的なバックアッパーって感じか。ワールドカップ以降にわかに嫌われとんな。ワールドカップで0ゴール0アシスト持ってない。安いバックアッパーが欲しいだけ。鎌田ってワールドカップ出てたってぐらい活躍しなかったよな。三笘がいろいろと噂されるのはわからんでもないのだけど、鎌田がビッグクラブ行く噂されるのはなんてってなるわ。フリーだからでしょ、バックアップに入れておいて損はないかなというお得感。棚で手に入って運よくちょっと活躍すれば即転売。いい副業。バイエルンが一番いいね。ブンデスであれだけやれるのは証明済みだし安心な移籍。